チェキャンセルがまだ慣れない。これ拾えるんじゃないかな。オッケー。はい、どうも、お茶です。今日も、あ、お茶じゃなかった。昔の名前、ポニャです。すいません。今日もね、スチーム版の方でやっていこうと思います。ミリアの方でしたね。よろしくお願いします。ミリアも結構強化されましたよね。でも、新バージョン始まって以来のランクマの動画なので、強いところをね、たくさん見せていけたらいいなと思ってます。ほっ、オッケー。体育間に合って、壁を割りたいんですよね、とにかく。うん。今のね、ちょっと防御方法複雑なんですけど、俺。ちょっとね、口で説明するのが難しい。今度、ランクマじゃねえ。ミリアの対策の動画とか出したいですね。結構ね、特殊な防御方法してます、ミリア戦は。こんな、あ、これはまあ、まあ、裏に当たったって感じですけど、これは違いますね。まあ、今のも結構特殊な防御方法してたりします。まあ、裏昇竜仕込みって言うのかな。さあ、美味しい。本当はこのね、投げしけのコンボとかも、このバージョンになってからもっと火力上がったんですよね。ジャンハイ、ジャンディーっていうのができるようになったので、ただまだ身についてないっていうのが惜しいですね。身につけたらもっと投げを飛んだ後のリターンとかが増すんですが。さあ、これは、いやー、ダッシュキャンセルがまだ慣れない。これ拾えるんじゃないかな。オッケー。これ強化点ですね。エクラが硬直、マイナス7フレでしたっけ？少なくなったっていう場所の強化点ですね。ほんと強くなりましたね。さあ、2ラウンド目じゃなくて2試合目、頑張っていきます。まだちょっと強い点そんな見せれてないんですけど、まあ、今のダイヤエクラは結構強い点ではあるのかな？強くなった点。これちょっと防御が。いや、これ本当は確定なんで、しっかり暴れたいですね、足払いの後は。前ピー。これは多分間に合わないかな。でもバス入ってくれたので、御の字ですね。さあ、ダウンを取って、これも強くなった点ですね。今、ジャンディー出なかったんですけど。さあ、これは、ライドで締めるとね、無駄に覚醒の時間が伸びてしまうので、倒しきれるときは、なるべく覚醒を使わないっていう感じでやってます。まあ、本当は、そんなことやる必要ないんですけどね。たまにそれで死ななくて、自分が負けるってこともあるんで。マイペイ。これいけるか。うん、惜しいな。ジャンハイですね。ジャンディじゃなかったな。ジャン S ジャンディじゃなくて、ジャンハイですね。そのままジャンハイで拾い直せるんですよね。あ、もったいね。マジか。ほっ、くん投げできない。ほい、これ、今のこれが、俺がやりたかったことですね。くん投げ。これはね、さっきから、その後手出されてたので、読んでましたね。読んでジャンプ、くん投げっていう感じですかね。さあ、2試合目も取っていく。3試合目もね、綺麗に勝っていきたいですね。結構でも強くなった点は見せれてるのかなと思います。あ、しっかりガードしている。これはバースト打ちましょうか。空投げ。これもね、さっきからやられてましたので、読んでます。これ飛ぶかな？お、前ピーか。なるほど。あー、ちょっとミスったな。ほい。お、前ピー。なるほど。でも、この速さを見るに、おそらく入れ込みと見たので、下段。お、これでガーキャン使ってくれるのありがたいな。これも空投げ。これも読んでましたね。やるかなって、今のは。まあ、ただの純粋な読みですね。結構綺麗に読み勝ててますね。はい。爆死かな？ああ、マイピーか。はい。投げしけ。お前、マイピーかな？マイピーしないか。おいしい、これは。これはミスりたくない。オッケー。これ、あー、でも、あと一発。禁止で割れなかったら、勝ち切れてましたね。あー、見えない。おー、なるほど。やべ、もったいね。やばい。あー、空投げ、入れ込みすぎた。オッケー。いや、2K 長いな。はい、ということで、ちょっとね、あんまり、わかりやすい強さっていうのは見せれなかったんですけど、まあ、新要素は結構使えたんじゃないですかね。ということで、
以上、今日の動画になりました。ご視聴ありがとうございました。